動力源として利用される馬工作のために隙を牛に引かせている霊子液動物は工作や交通手段などの人間の作業のために使われる動物である。盲導犬のように家族同然の動物であることもあれば材木輸送に用いられる像のようにハンカチ化された動物であることもある。父の使用もされ、またその動物が死亡すると肉や 比較なども利用される。死役動物の歴史は農業よりも古い可能性があり、狩猟採集社会において犬が利用されていた可能性がある。世界中で数多くの動物が飼い主のために働いている。家畜となっている種、特に馬や犬などでは特別な目的と環境に適するように品種改良が行われることがある。通常死役動物は 農場で育てられるが、今でも、イルカやゾウなどは野生のものを捕獲して利用することも、ある。稀な例としては、野生のイルカと人間が共同して魚を追い込む、漁法が、イラワジ川などで行われている。荷物を運んだり、車両をやっそり、カラスキを引いたりするために用いられる、死液動物は、特に液畜という。その上に直接人間が乗って利用する。 馬のような動物は乗用獣という。また、荷物を乗せて運ばせる動物は抱け物という。車両ソリ、カラスキなどの牽引に用いる動物はバンジュ獣という。砂糖キビや麦をすりつぶすといった目的で縁運動をさせて動力を得るためにも用いられる。肉食動物はもともと獲物を捕らえるようにできているので、 狩猟に用いるのはその性質を利用したものである。食料を調達する目的の他に、スポーツとしての狩りや農作物、家畜に害をなすと考えられる害獣を駆除するといった目的でも行われる。犬は訓練を受けて盲導犬や超動犬、介助犬といった形で身体障害者の手助けをするために用いられる。また、猿も、 解除猿という形で用いられる。牧羊犬は羊の群れを集めるといった作業に用いられる。またある種の馬の中にもこうした感覚を持っていて乗り手を羊の群れを集めまとめるために必要な場所で即時に連れて行く者もいる。犬や豚のように人間より優れた嗅覚を利用して西洋小炉のような高級食材を集めるといった目的で利用される。 やや目的が異なるが、麻薬探知犬は荷物に隠された麻薬を捜索する目的で利用されている。太陽国のサムイ島では木の上のココナッツを取るのに猿が使われている。軍用犬や番犬は施設の警備などにあたり、不審者を発見し対抗するといった目的で利用される。また、地雷の探知といった役割を果たす者もおり、犬だけでなくネズミなども使われている。 飛行能力を利用する、伝書バトのような、人間にはない運動能力を利用する例もある。動物にとって訓練が必要なサーカスでの曲芸や、大道芸の熊使い、猿回しなどは、動物の知られざる、能力を引き出したものである。対戦車犬のような人間の身代わりとして利用される、例もある。ソ連の宇宙犬もこうした身代わり的用法の、死役動物とも言える。 稲作にアイガモを使う、アイガモ農法や、女草にヤギを、受粉に蜜チを、牧畜の糞の処分にクソムシを使うなど、その動物本来の習性を利用する例もある。ハイビジョン特殊イルカと生きるミアンマー、大河に息づく、伝統漁、ハットピジョンサーチレスキュープロジェクト、US デパートメント・オブ・ホームランド。セキュリティ、ハットモスクワ・ピジョン・シネマザ。 モスクワニュース2013年7月9日ピジョンズディスクリミネーション・オブ・ペインティングス・バイモネ・ピカソ・シゲル・渡辺エトール1995年最高99%の正当率ハトによる乳がんの発見方法が開発されるアスキー2015年12月3日ありがとうございます